ご紹介ありがとうございました。DBCLS の後藤と申します。今日は結局の話をしたいと思うんですが、結局っていうのはそもそも金久先生が、京都大学科学研究所で、開発しているものでして、結局自体は、いろんな生体のシステムというか、代謝系であったりシグナル伝達系の情報を、まとめたものなんですが、その中でも、最近、メディカスとか結局ネットワークというふうに名前を付けてますが、疾患とか医薬品に関するような、情報を集めて、使えるようにしていこうということを、すいません。始めてますので、それについてお話ししたいと思います。で、その部分に関しては、KEGU というのは一応京都大学科学研究所と、それから、東大の医科研に、10人ずつぐらいそのデータを入力する人たちがいて、その中でもその田辺さんという人が割とこのメディカスに関して、メディカスのネットワークに関して開発してますので、金瀬先生とその田辺さんが作られた資料をもとに、今日の発表をちょっと、構成しています。で、割と新しいデータベースで、資料もそんなにないんですが、例えばその結局のネットワークデータベースに関しては、今年の10月に、これ NVDC が主催して統合の日っていうのを毎年やってるんですが、そのシンポジウムで、使ったポスターであったり、それから、分子生物学会のポスターだったりがあるので、それを参考にしていただければ、ありがたいです。URL をここで、アクセスすることができます。で、私は DBCLS なんですから来てるんですが、そもそもなんで私が、KEGU の紹介をするかと言いますと、ちょっと自己紹介すると、実は今年、DBCLS に来たのが今年でして、それまで京大の科研にいまして、ゲノムネットとか、それから KEGU のデータベースの開発に携わってきてます。で、その中ではそれ以外に、あと LinkDB っていうそのデータベース間のリンクをこうまとめたような、そのどのデータベース、どのデータベースが関係しているかといったようなデータベースも、作ってきてまして、そういう関係で、ライフサイエンス統合データベース DBCLS、データベースセンター DBCLS で、そういうデータベース統合の、仕事を、引き続きやっています。が、今日の話は、KEGU の話をしていくということになります。で、まずその KEGU の概要を、ご存知の方多いかもしれませんが、最初にお話ししますと、KEGU 自体は、京都エンサイクロピーディア・オブ・ジーンズ・アンド・ジェノムズの略なんですが、1995年から開発を始めています。なので、もう、20年ぐらい開発して、ずっと、サービスを提供してまして、この URL からアクセスできます。で、これ知識ベース、最初の、箕輪さんの話で少しありましたが、知識を、いろんなそのテキストとか文献に書かれた知識を、計算機で扱えるように、データベース化しようということで、特にその生命科学、その生化学ですね、代謝のパスウェイの情報なんかを、データベース化しようと。で、その、データベースをリファレンスとして、先ほど森先生の話でも出てきましたが、ゲノムとかメタゲノムで出てくる大量の、データを、解釈するというのに使ってやろうということを、目指して作っています。そういう、意味解釈する、それから機能解析をするための、リファレンスデータベースとして、活用されています。で、KEGU のデータベースの、中身ですが、これ KEGU 自体はいろんなデータベースからなってます。で、それを大きく分類すると、4つに分類できまして、で、1つ目が、生命システムの情報ということで、これが割とメインな情報になってまして、先ほどからお話している代謝系であったり、シグナル伝達系の、ネットワークの情報がここに書かれています。後でまた少し絵を出します。で、2つ目がゲノムと遺伝子の情報で、これはこれまでゲノム、完全にゲノムが決定された生物種の、ゲノムとその遺伝子の情報を、データベース化して、で、さらにそのそれぞれの遺伝子の機能を割り当てて、この代謝系なんかのネットワークとどういうふうに関係しているかというのを、データベース化しています。で、
3つ目がその代謝のネットワークの中にはその化学反応であったり化合物の情報が出てきますので、そういう情報をデータベース化した化合物と反応の情報、これ結局リガンドというふうに言ってるんですが、そういう情報もデータベース化しています。で、4つ目が今日のお話の部分なんですが、これ割と最近になって疾患と医薬品の情報をデータベース化する。で、さらにその今年に入ってその疾患関連のネットワーク要素というのをデータベース化始めましたので、それについて最後に少しお話ししたいと思います。で、まずその KEG のこれ全体像のうち、その KEG のそのネットワークのうち代謝系の全体像を表した図ですが、例えばこの部分が回答系になってまして、その回答系の部分を見ていくと、こういうふうな一個一個の機能単位としてネットワークの図が得られます。で、これは回答系のデータで、例えばこの辺にグルコースとクリン酸があって、それがピルビン酸まで分解されて TCA 回路に行くと。それからこの間に ATP が産生されたりするんですが、そういう情報がこの中に書かれています。で、先ほどゲノム遺伝子の情報と関連付けるというふうに言いましたが、これ一つ一つの箱が酵素だったり酵素反応を表してますので、それに対応する遺伝子があるわけです。で、例えばこれ実際人の回答系の絵なんですが、その箱をクリックするとこれ人の遺伝子の情報が出てきます。で、この酵素反応を触媒する酵素の遺伝子はこういうものですよというのが、一つ一つの箱について関連付けられてまして、これがその現在そのゲノムが決定されていて、割ときれいな完全ゲノムになっているものが5000以上あるんですが、そのゲノム全てに対してこれ真核も原核もバクテリアも含めてこれぐらいあるんですが、そのゲノムについてアノテーションしたデータがあるので、こういう絵が回答系に関しては5000マイクラーと。で、これ回答系なんですが、こういうそのマップが、こういうのマップというふうに、リファレンスマップというふうに言ってますが、こういうマップを、今は回答系、回答系じゃない、代謝系の中だけで、200個ぐらいのマップがあって、回答系があったり、それからアミノ酸の合成系があったり、塩基の合成系があったり、いろんな、代謝系の情報が、データベース化されています。で、逆にこれはリファレンスとして作ってまして、そのゲノムの情報も KEG で取り込んでデータベース化してるんですが、例えばユーザーが新しくゲノムを決めて、こういう遺伝子のセットがありますっていうの配列の情報があれば、そのデータを使ってこの KEG の方にマッピングするような機能もウェブサイトにありますので、実際にそのユーザーがゲノムを決めて、その機能予測、機能アノテーションをするということができるようになっています。で、もう一方その化学情報との対応というのも取れるようになってまして、これ先ほど、これをクリックすると遺伝子の情報が出てくるというふうに言いましたが、これ自体は酵素反応ですので、酵素反応の情報とも結びつけられています。で、これその酵素反応のデータベースも作ってまして、これはこの化合物がこの化合物に変換されるというような反応になっています。で、こういう反応の情報が現在、1万ぐらい入ってまして、で、化合物1個1個の情報も、それぞれデータベース化してまして、だいたい2万近くの化合物が現在データベースに入っています。で、今お話ししたのは、代謝系の、パスウェイなので、化学反応のネットワークなんですが、シグナル伝達系のネットワークも、同じようにデータベース化されています。で、これは基本的にはタンパク質間相互作用のネットワークになってまして、例えばこれ細胞の膜ですが、細胞膜上にあるそのレセプターに何かシグナルが来た時に、それが細胞の中のどういうタンパク質に、シグナルが伝わっていくかというような、その相互作用の情報がネットワークとしてデータベース化されています。で、シグナル伝達系に関しては割とその生物種特異的なものも多いんですが、そういうのも含めて大体300ぐらいのリファレンスのパスウェイがあります。で、
まあ、ゲノムに関しては先ほどの5500のゲノムを同じようにこうマッピングすることができますので、まあ、5500のゲノムについて、もちろんそのある特定のパスを持たない生物種というのもありますけども、そういうのも含めて全部マッピングするというようなことをしています。で、こちらも同様にユーザーのゲノムデータをマッピングするようなことができるようになっています。で、ここから少し、今のは割と正常なパスウェイというか、正常な情報、状態の、パスウェイをデータベース化したものなんですが、ここから少し疾患とか医薬品に関するような、情報に拡張していってまして、例えばこれ先ほどと同じシグナル伝達系のこれマップ系の、シグナル系伝達系なんですけど、この中でこれそれぞれの、タンパク質に対して、疾患の原因遺伝子になっているもの、それからドラッグのターゲットになっているようなもの、そういう情報が集めることができますので、そういう情報を集めて、データベース化することによって、この、タンパク質は、何らかのこう疾患と関連してます、このタンパク質は何らかのドラッグのターゲットになってますというのを、これ水色と赤でこう色をつけてるんですが、この色をつけることによって、そのドラッグターゲットかその疾患関連遺伝子かというのが分かるようになってまして、ここから、疾患の情報であったり、薬の情報に飛ぶようなことができるようになっています。で、そういう情報を、ケッグメディカスというふうにまとめて、一つのこうデータベースのセットとして定義しています。で、でも今日の話もこういうこのネットワーク、疾患、医薬品の総合リソースとしての、ケッグメディカスの、話が中心なんですが、これどういうものかというと、現在は、ケッグネットワークについて後でお話しますが、疾患の情報、それから薬の情報、それから薬に関しては医薬品の添付文書の情報がありますので、そういう情報を全部統合的に検索できるようになっています。今は、そうですね、この添付文書の情報の中に、例えば医薬品の作用であったり、その副作用の情報が入っていたりしますし、それからドラッグに関しては薬物応答とか、その薬剤耐性の情報っていうのも今入って、書かれてますので、そういう情報と、ゲノムの情報と、関連付けて、新しくまたデータベースを作っています。で、添付文書に関しましては、日本と米国のすべての薬品の、市販されている医薬品の添付文書の情報が登録されています。で、ディジーズと、疾患の情報と薬の情報を少しお話ししていくと、まずその疾患の方のデータベースは大体こんな感じになってまして、これ日本語のエントリーと、英語のエントリーと両方あって、例えばこのディスクリプションなんかは日本語にできるところは日本語で、書いたようなものを準備しています。で、内容としては、これ今大体2000ぐらいの疾患についてデータベース化されてるんですが、そのうちこれ割と内容が充実してるもので、これは多分非小細胞がんでした、肺がんですかね、のデータなんですが、疾患の概要であったり、で、それが、関連遺伝子が、原因遺伝子がどういうパスウェイでこう働いているかであったり、その病原遺伝子が何か、それから、がんに関して、がんのエントリーの場合は、発がん物質がって分かっているものは何か、それから、診断系のものでいくと、診断マーカーであったり、その治療薬が開発されているものに関しては治療薬の情報で、また文献とか、それ他のデータベースのリンクなんかが書かれています。で、結局ドラッグの方ですが、これも先ほどの、疾患の中で、例えば、薬はここですね、治療薬の情報がここに書かれてますが、これ1個クリックすると、こういうエントリーが出てきます。で、これ先ほど、添付文書に関しては日本とアメリカで、市販されている医薬品というふうに言いましたが、これにあとヨーロッパで、市販されているような医薬品の情報というのが、こういう形で
データベース化されてまして、大体今1万個ぐらいの医薬品の情報が、名前とそれから化学構造、それから医薬品の分類、それから、効能ですね、どういう、疾患に効くものか、それから、ターゲットが分かっているものに関してはその薬の、標的タンパク質遺伝子で、それがどういう、代謝酵素で代謝されるか、あとも相互作用というのはこの、薬と別の薬をこう同時に投与すると何か副作用が起こる可能性があるといったのが分かっているものに関してはそういう、ものであったり、あとそのこれ KEG のパスウェイの中に入っているんですが、例えばその薬がどういうふうに開発されてきたかっていうのはその化合物の変換の歴史みたいなのが分かっているものに関してはマップとして書かれています。あと最初にちょっと言った添付文書情報へのリンクというのが入ってますので、副作用の情報なんかはここから取ることができます。でターゲットパスウェイに関して言うと、例えば先ほどの、ターゲットが入っているというふうに言いましたが、例えばこの薬リフィチニブという、抗がん剤ですが、抗がん剤のターゲットはこの EGFR というエピダーマルグロースファクターレセプターというその、細胞増殖に関わるような膜タンパク質レセプターなんですが、それがターゲットになっていて、それがどういうパスウェイで出てきているかというのが書かれています。で、特にその疾患とその パスウェイとかそのシグナル伝達系の関係が割と分かっているものに関しては、こういうその疾患ごとのネットワークっていうのを作ってまして、それはこのここに変異が入るとこれがこう影響を及ぼして、このところプロリファレーションって書いてあるんですが、細胞増殖が止まらなくなるとか、そういう情報がこのネットワークを見て分かるようになっています。なので、この疾患に関する情報として病院遺伝子を赤でこうハイライトしています。でそれがそのがん原因で、がんの場合だとがん原因遺伝子だったり腫瘍抑制遺伝子で、そういう遺伝子にミューテーションが入るとがん、になります。でこれ通常は先ほど のリファレンスパスウェイと同じで、正常遺伝子への、リファレンスのゲノムとかリファレンスの遺伝子へのリンクがついてますので、これをクリックすると通常の、エピダマルグロースファクターの遺伝子への情報に飛びます。ですからこれ正常遺伝子の、アミノ酸配列だったり塩基配列が見れるようになっています。でところがこういうその疾患に関するものっていうのは基本的にはなんか遺伝子にミューテーションが入ってたり、その遺伝子に変異が入って、異常を起こして、がんになったり病気になったりするわけですね。でそういう情報が今までこれなかったんですが、実はそういう情報も、かなり文献とか報告されてますので、そういう情報を今入れつつあります。で例えばこの EGFR に関して言うと、これは正常 EGFR のエントリーなんですが、変異、がんに関するような変異を起こしているような EGFR という遺伝子は、例えばエクソンの19番目がデリションされている、それから858番目のリジンがアルギニンに変異するといったような情報が分かっています。でさらにこの変異した遺伝子に対する、をターゲットするような薬っていうのが、開発されていて、これティロシンカイネスインヒビターというような、第一世代の抗がん剤っていうのが開発されてます。でこいつが一時期効いてるんですが、さらにこの抗がん剤に対する今度変異が、耐性が、知られてまして、さらにこういうミューテーションが入ると、こいつが効かなくなってしまって、またがんを再発すると。でそういう情報も、文献なりに報告されていて、でさらにそこから、第三世代の、テロシンキラースインヒビターが開発されていると。でそういうその変異とその影響について新たにこうデータベース化してきたものが KEG ネットワークです。でじゃあ実際にどういうふうに、表現しているかというと、これ先ほどの、大きなネットワークの中の関係する部分を抜き出してきているわけですが、
で、変異が入った遺伝子に対して赤くでアスタリスクをつけて表現して、この EGFR に変異が起こると、その下流の遺伝子がそのまま発現して、最後どこまでいくか、でこの後ろにこうプロリファレーションとかそういう表現系が出てくるんですが、こういうその影響を受けるネットワークに関するデータを抽出してきてデータベース化しています。したがって、そのがんとかそのさまざまな疾患に関与するような遺伝子変異を含むような遺伝子のセットをデータベース化したものになってまして、これは人の遺伝子とバリアントっていうのはこれなんですが、それ以外にそのウイルスの影響であったり、薬品の影響であったり、環境因子の影響っていうのもありますので、そういうのも含んでデータベース化しています。で、この場合はその EGFR 変異以外に、例えばその EML4 と ALK っていう2つの遺伝子の融合遺伝子っていうのが、これに当たるんですが、そういうのががん原遺伝子というふうになっているっていうのが分かります。で、これをこういうそのデータベースのエントリーの形で表現したものが、このページになりまして、これネットワークバリアントの定義として、これは先ほどの EGFR のミューテーションで、シグナルパスウェイに、影響を及ぼしているというようなエントリーになります。で、これ対応するパスウェイとか、疾患ですね、先ほどの、がんですね、それからどういうバリアントかということが定義されています。で、それぞれのバリアントがどういうものかっていうのを、さらにデータベース化してるんですが、で、そういうのが報告されている文献についても記述されています。で、これを先ほどのがんのパスウェイにこうマッピングすると、こんな感じで、ここに変異が起こるとこういうところに影響を及ぼして、最後、増殖が起こるというのが分かるようになります。で、またそのこれがバリエーションなんですけど、そのここにそのどういう遺伝子が変異を起こしたかっていう情報、この場合 EGFR ですが、 EGFR のそのバリエーションの情報として、今これ2つ定義されてるんですが、2つ、先ほど第1世代と第3世代の薬があるっていうふうに言いましたが、その第1世代の薬が効くミューテーションというのが、このバリアントとして定義されてまして、これその遺伝子の ID があって、遺伝子の ID にこのバリアントの番号がこうついたような、そういうエントリーを定義して、この正常遺伝子とは別に、その遺伝子にどういう変異が入ったら、どういう疾患を引き起こすとか、どういう影響を及ぼすといったような情報を今こうデータベース化して、同じようにこう文献の情報なんかも含むようになっています。で、これ先ほどちょっと絵でお見せしたエクソンの19番目のデリーションと、この858番目のアミノ酸の変異が入ったという情報で、これアメリカで作られているクリンバーというその変異のデータベースであったり、それからもう一つスニップのデータベースがあるんですが、そういうデータベースに関連する同じ対応するエントリーがあれば、そこにこうリンクを貼るという形になっています。で、これがその第一世、先ほど言ったその第一世代の薬のターゲットになってますので、そのターゲットを含んだネットワークというのも定義してまして、これはそのどういう薬が、この変異遺伝子に対するこうターゲットになっているかといったのが分かるようになっています。で、さらにその二次遺伝子変異が起こって、薬剤耐性を引き起こすというふうに言いましたが、その薬剤耐性を引き起こす変異の情報というのも別のエントリーとして同じように定義してまして、これはそのこのアミノ酸の変異が起こると、この二次遺伝子変異として薬剤耐性を起こすというのが分かるようになっています。で、以上こういうふうにですね、その血群のネットワークっていうのは、そのこの場合は非小細胞肺がんに関するネットワークバリアントですが、こういうのをそのいろんな疾患に対して分かっている情報をデータベース化していくというふうにしています。で、そうすると、例えばこれ先ほどのネットワークの図なんですが、その部分に他の疾患との関連、要するにこのネットワーク、この一行一行がその関連するネットワークなんですが、
それぞれが他のどういう疾患と関係しているかという情報が分かりますので、そういう情報を見れるようにしています。で、これはこの全部緑になっているところが非小細胞肺がんの情報なんですが、それ以外にいくつかの、この場合今がんがほとんどですが、どういうがんと関係しているかというのが見れるようになっています。で、以上、これまだ割と新しいデータベースで、公開されたのが今月なんですが、ネットワークバリアントのデータベースというのを開発して公開しています。で、まとめると、繰り返しになりますけど、がんとかそのさまざまな疾患に関与するような遺伝子の変異ですね、バリアントの情報を含むような遺伝子セットが定義されています。それから、人とそのバリアントが主なんですが、ウイルスとか、先ほどの医薬品ですね、バリアントに対する、バリアントをターゲットとするような、医薬品の情報なんかも含みます。それから、現在は200、そういうネットワークが282個定義されてまして、バリアントの数もまだ118なんですが、これ今後どんどん増えていきます。で、遺伝子バリアントに関しては、先ほどちょっとお見せしましたクリンバーとか、DVC、それからイギリスで産科センターで作られているやっぱりそのがんの変異の情報があって、ココズミックというデータベースがあるんですが、そういうデータベースと対応付けをしています。で、現在そのがんを中心に、このネットワークなんですが、今後そのウイルス感染症なんかも同じようなこのネットワークで定義することができるので、そういうふうに拡張していく予定になっています。で、あとはこれどういうふうに使うかなんですが、ただ単にリファレンスとして使うこともできますが、例えば他のケグのデータベースと同じようにですね、大量データを解釈するための、リファレンスデータベースとしての利用が考えられて、例えば、ゲノム配列の決定にしても、最近はクリニカルシーケンスデータって言って、その個人の人、病気の人からこうゲノム配列を取ってきて、シーケンシングして、どういうところにこうミューテーションが入って、どういうところが、リファレンスと違うかという情報が、分かりますので、そういう情報を、現在はこの先ほどのコズミックとかクリンバーっていうその外部のデータベースにこうマッピングすることができます。で、マッピングすれば、ケグのバリアントと対応付けることができるので、どういうその、ここで得られたクリニカルシーケンシングデータが、そのどういうネットワークバリアントと関係しているかといったようなこととこうつないでいくことができるというふうに考えられるので、将来的にはその人の生体システム機能であって、その疾患とか医薬品に関する知見とこうクリニカルシーケンスデータを結びつけていくことができるようになるというふうに考えています。で、以上ですが、これ最初に出したものと一緒ですが、このデータベースは京都大学の金子先生と、主にそのネットワークの部分は田辺さんが作られてまして、ファンディングとしてはやはり NVDC からファンディングされています。どうもご清聴ありがとうございました。